では S2000 白いプレッシャー行ってみたいと思います。走行距離はですね 135,500km という感じで、まあ、ちょっと走ってきたかなっていう感じの S2000 ですね。で、仕様なんですけれども、オーリンズの車庫帳を入って、サードの触媒無限のマフラーと、入っております。で、ボルテックスのね、大きな、GT リングも装着されて、ホイールはレイズの C28、まあね、珍しくね、結構17インチを入れるしているんですけど、16インチなんですね。そのね、16インチもなんか悪くないなって感じですよね。で、クラッチは、前のオーナーさんが12万キロの時に交換してるみたいです。なのでね、つながりとかはね、全然スムーズな感じですね。このオーリンズの車庫帳、めちゃくちゃ乗り心地いいですね。すごくしなやか。ただ柔らかいっていうだけじゃなくて、しっかりしていて柔らかいっていう感じのいい車庫帳だなっていうのがね、運転してても分かりますね。結構今ね、この道ちょっとボコボコしてるところなんですけど、全然それ感じないですね。すごい乗り心地いい。で、ミッションの入りも問題ないですね。スコスコと入ります。で、まあ、内装はちょっとね、ごちゃごちゃしてるところはあるんですけど、まあ、レーダー探知機とかツイッターとかゴリラのナビとか、こんな感じでねついてるので、まあ、この辺はね、購入された、オーナーさんの好みでいろいろとまだ変えていってもいいんじゃないかなと思います。で、ミラーはですね、ドラレコ一体型のミラーになっていて、まあ、フロントリアカメラとついてる感じで、ここはね、もう完全にリアカメラで映してるデジタル映像を映しているような感じですね。戸田の軽量プーリーが装着されてるんですけども、まあ、やっぱりね、軽量プーリーになると低速のトルクがなくなるんですよね。なので下の方はね、やっぱちょっとトルク少ないかなっていう感じはします。ゼロ発進の時、多めにアクセル踏んであげないと多分ね、これ演奏しちゃいますね。トルクが少ない分。ただね、こう踏んでた時のエンジンの周り、これ非常に気持ちよくてね、高回転までこうふっとこう回っていく感じがありますね。まあ、この辺がやっぱプーリーの効果なんだろうなっていう気がします。まあ、今このね、街乗りだけです。なかなかそこら辺試せないですけど。まあでも低速のトルクないって言っても、もう3000回転も回しちゃえば十分パワーはついてきますね。ゼロ発進の時はね、ちょっと注意しながらアクセル多めに踏んだ方がいいかなっていう、そんな感じの仕様だと思いますね。で、車的には特に何の異音もしてないですし、今乗っていて何か不具合を感じるようなところもないです。すごく乗りやすくて楽しそうだなって感じの車ですね。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。